用意したら親指姫がそこにいるようです。いつもメイファン先輩がいろいろと気にかけてくれるのでとっても嬉しいです。羊さんが牧草をはむ動画、のんびり、かわいいな、のんびり、癒されます。ツバメの巣ってどうしてそこにって場所にありますよね。少し眠くなってきました。八千代先輩はお裁縫ができてすごいな。小さなティーセットを用意したら親指姫はそこにいるようです。先輩たちが遅くなっても付き合ってくれるんです。新しいの買いに行かなきゃ。新しいの買いに行かなきゃ。夜空を見ると心がないで星になったような心地になるんです。紅茶が切れてる。新しいの買いに行かなきゃ。紅茶が切れてる。新しいの買いに行かなきゃ。眠くなってきました。皆さん中等部の時はどんな感じだったんでしょうね。千代先輩はお裁縫ができてすごいな。さあ兄さん行こう。遠くまで届くように発声練習してるんです。どこまででも行ける。雪代先輩の食べていた激辛カレー、私に頼む勇気はありませんでした。エビスさんはいつも私を気にかけてくださるんです。あ、紅茶が切れてる。1、2、新しいの買いに行かなきゃ。5、6、7、8。アンデルセンの童話だと何が好きですか？バラに囲まれて紅茶が飲めたら素敵だなって思いませんか？新しいの買いに行かなきゃ。